ね。セカンドの左抜けていきました。チーム2本目清宮がまず先頭バッター出ました。野球ってね、本当に入れ込もう、はい、ゼロが続いていってどっちから点取るとやっぱりチームって動いていくんですよ ね、うん、この先頭バッターっても大事だったんですけどもね。スライダーをセンターに詰まりながらで割れましたが清宮持っていきました。3打席目でここですぐキャッチャーの古賀が行って確認です。いや、あのホームラン打ってるバッターなのでね、やっぱりこうそこだけ、集中して行かなきゃいけない、はい、ここはバントはないと思うんで、ね、まあ、まずないでしょう 100% ね。打ってくるんでやっぱ気をつけなきゃいけないバッターの一人ですから、球数も90球超えてますんで、はい、徐々にやっぱ多少は疲れは出てきているのは確かだと思いますから。万波です。レフトへ、レフトバック、初球を追って万波の打球がフェンスオーバー。一番ケアしないといけないところでしたが初球、今年の万波は違います。捉えました。逆転のツーランホームランで今ゆっくりホームインです。そうなんですね、大事なんですよね。分かってるのよ、あのバッテリーも分かってるんで、分かっているんですけども、このスライダーでストライクを簡単に取りしてしまいましたよね。まあ、あのマネキンもちょっと噂されはしたんですけども、やっぱりこうそれだけのものを持っているバッターなのでね、はい、素晴らしいバッティングですよ。若干前に出されながらですよね、出されてもリストが非常に強いんですからね、ここまで持っていくんですよね。逆風でもね、今年の万波の成長が、ね、素晴らしいホームランですね、これはね。そうですね、今のね、うん、あのストレートにしてもこの、いや、そうですね、多少こう泳がされた部分ありましたけども、はい、若干バットの先なんですかね、そういうシーンですか ね、フォローが大きいですからね、前がね。